より代い。より代、い、よりしろ、り代、頼む代、寄よりしろとは、心霊が寄りつく対象物のことで、身体などを指すほか、神域を指すこともある。日本の古神道の由来の民間信仰、神道の根底には、あらゆるものに、神、精霊や魂などのマナ、外来魂が宿ると考える、自然崇拝があった。その意味では、より代とは、 神羅万象がなりうるものである。一般的に、マナは、太陽、山が、森林、海などから来て、物、特に石や木につくとされ、そのようなものを祀る岩倉信仰や神、ひもろぎ信仰が始まっていった。そのようにして祀られる巨石、岩や高木には、現在も締め縄が飾られる。また、日本の神として、古事記や日本書紀にある人格神。 人の形や人として捉えられる神にも、根底に同じ考え方があり、ゆかりのあるものや象徴するもの、中が空洞の物体が大いに寄り付いて偶傷する、太陽神を象徴する、鏡、髭ことおことで力を及ぼすと考えられたようである。祭礼で使われる盆天、盆殿、穂でと呼ばれる、床屋の耳かきの丸く切り揃えたるものや、大学、 などは心霊を迎える側からの故障である招き台、置城と呼ばれる。折口は、1915年4月、雑誌、郷土研究へ掲載した、論文、髭かごの話の中で、柳田国夫の秘釈、久子、釈師に関する膨大な資料等を参照し、取物と呼ばれる、秘釈状のジ具が、マナを招き、エブル、集めるものを指すものの、 古神道や日本の民族信仰で用いられる、神おろしの印を表す言葉がない、という問題から、より台という言葉を、招き台、締め山とともに初めて用いた、なお、柳田国女はより台という語を二度しか用いなかった。ただし、現在の神社神道では、神羅万章がより台になりうるとは、必ずしも考えていないため、いわゆるより台を指す表現は、おみたましろ、神奈木であり、 神奈美、神奈美等の神域や時代交渉、伝統により由来のはっきりした上代、神武天皇の時代以前から神体とされるものは、神城、神代、上代と呼ばれる。古神道から形式や儀式が長い歴史の中で緩やかに定常化されつつあり、現在ほとんどのより代は神体として崇拝の対象、より代が崇拝の対象ではなく、 表意する神が崇拝の対象となり、家庭での神棚や祠などの簡易なものから、神社に、社や、神殿などの祭祀の施設が設けられている。これらの神社などの多くは、もともと古神道で信仰されていた場所に建てられ、その場所にある岩倉、ひもろぎがその神社としての寄り台となっている場合が、多い。また、同様に、榊に代表されるなぎなどの皮厚で光沢のある葉を、 持つ常緑の紅葉樹を神の寄りつく神木としている。また祭礼など特殊な場合には、山や神殿等からより身近な場所に神霊を降臨させる臨時の寄り台、御輿や出しがある。神儀、神儀神儀とは、霊のより人を表す。特に、いかんなぎ、よりまし、頼むふ、鹿か根堂という。その古称は、集中賞という平安時代末期の書物に、 物付きをより増しという語が載せられてる。屍わらべとも書かれるように、同時であり、巫女が主体ではあったが、男性や子供も現在でも少数ながら、威夫になる例がある。威夫が神み下ろしをしたり、おしらさま等の寄り台から、真意、神託を知り一般に伝えることを職業として、言ったのが、神道、神社の神主や巫女の始まりで、卑巫女なども祈祷師としての巫女であったと伝えられる。 また、音苗師も、同教や音苗五行思想の影響は受けているが、分類上は、日本の神道に属し、人や寄り台を作る側面を持つ。神職だけでなく、福親、や、福娘や神事に携わる庶民、祭り弓矢の雇りなど、や祭りの工業者、相撲の力士や、大神楽の芸人があるいは、縁日の露天商などもその源流、猿楽、九靴などは、漢義であり、 良い演技をもたらすものとして、特別な力があると考えられてきた。柳田国夫は、仏と呼ばれる道具が存在した調査結果から、仏教以外の仏というより白があったという説を提唱している。また、霊はくぼんだものによるという思想を継承していた日本人が仏教を授容した際、仏という神の説明として、善光寺の薄に乗った。 仏像伝承があったのではとする。なお白川聖は、仏つの語源について、仏陀の音訳であるが、家は不明とし、仏の語源に、仏起源説が抜きがたく存在する。日本には、神羅万象に神や魂が宿るという考え方から、多くのものや事柄に対し、維父や維敬の念を抱くという考え方があり、またそれは、ものに対する感謝や、ものを大事にする。 大事に使う、大事に利用する、食するという考えにつながり、様々なものをより台として祀ってきた。不送信とは、長く使われたものに、霊が宿ったものを指す。道具は、釈子、飛釈のようなものから、父さんや硯、井戸など生活に関わる全般に及ぶ。詳しくは、不送信を参照。人の作った塚には、様々な生き物や、 道具などについた神が、荒ぶる神にならぬよう、幸をもたらしてくれるようにと祀った石踏みとしての塚。古墳は除くが信仰の対象となっているものもあるが、具体的な例としては、人形塚、包丁塚、道具塚などの人工物を祀るものや、クジラ塚や魚塚といった生き物、または、戦乱や、災害や、不幸や事件で亡くなった人やその遺品を収める、猛虎塚、首塚、 刀塚、か、寄りましを埋めたものであるらしい。よりまさ図か、ぬえつか等がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。